皆さんこんにちは。ヴィーガン歴5年になりましたアメリカ在住の美咲です。今日は私の1日の食事をご紹介します。趣味で私は栄養管理アプリを使っていて、それでビタミン、ミネラル、タンパク質、脂質、炭水化物などなどいろいろな栄養素が見れるようになっているので、私の1日の食事をご紹介しながらどんな栄養を取れているかっていうのをご紹介しようと思います。今は結構起きたばっかりなので、まずは飲み物を作りに行こうと思います。まずはお水を結構飲みます。 500ml ぐらい。これで内臓がねしっかり起きてくれます。てかまだちょっと眠くて顔も起きてないんですけど、内臓から起きてくれれば大丈夫。朝は大抵抹茶ミルクから始まります。こんな風にポットで作っています。この小さじ1杯、ギターかわいいですよね。で、このウィスカーで混ぜてます。ウィスカー？フロサーですね。このフロサーで混ぜてます。フロサー。抹茶ミルク完成しました。こんな感じW私は朝にジムに行くことが多いので、プリーワークアウトというか、抹茶でねエナジーを入れてワークアウトに行くと結構本気が出せますアンディはまだ寝てるのでちょっと小声で失礼します。あっちゃ、はい、こちらの豆乳抹茶ミルクは86kcal で、タンパク質は 7.6g も入っております。マイクロニュートリエンツも見てみましょう。これはパッケージで売られている豆乳なので、そのパッケージに書いてあるものしか表示されませんが、B12 は 125%、 ビタミン K も 64%、 B2 も 39% 入ってますね。カルシウムも 31% ありますよ。タンパク質も 7.6g 入っているようなんですけれども、どのアミノ酸が入っているのかっていうのはパッケージには書いてなかったみたいですね。はい、そしてポタシウムとかソーディウムとかはミネラルの続きでございます。今から今日の予定の確認とか、あと今日レッスンのある生徒さんのレッスンの準備確認、あと明日の分とかもいろいろやっちゃいます。はい、ジムの時間になりましたので、行ってきようと思います。行ってこようと思います。パーソナルトレーナーさんにトレーニングをしていただくようになってから、ちょうど2ヶ月半くらい経ちました。やっぱりフォームとかは、私スポーツをあまりやってこなかったので全然わからないので、手取り足取り教えてもらえるのはとってもありがたいですね。やっぱり自分の体のことなので、早めに勉強していた方がこの先ずっと続けられるかなと思います。はい、ジム終わりました。今日は結構きつかったです。はい、じゃあ今から急いでお昼ご飯をちゃちゃっと食べてレッスンが始まりますので、お昼ご飯の様子をどうぞ。お昼ご飯は納豆キムチアボカド丼です。納豆は自家製でございます。それ とグリーンスムージー、めちゃくちゃ色が濃いけどいろいろ入ってます。いただきます。うん朝はやっぱりこれですね。あと30分くらいでレッスンが始まるので、ちょっとゆっくりできます。こちらの朝ごはんセットの中身を見ていきましょう。はい、玄米、納豆、キムチ、アボカド、あとスムージーですね。全部でだいたい800kcal。 プロテインは 30g。 いつもはもうちょっと納豆食べるのでもう少し多いんですけど、こんな感じになってます。
じゃあこの栄養をザザッとご覧ください。こんなにたくさん取れてます。ビタミン A 456% ってこの朝ごはんセットだけですよ。すごいですよね、これ。結構いい感じに取れているんではないでしょうか。これ1食分ですので。ね。ビタミン D が 0% になっていますが、これはサプリメントで取ります。はい、そしてこちらプロテインです。プロテインももうこれでほとんど取れてますね。ほぼ 100% このままいけば、1日分のも余裕で取れそうですね。ヴィーガンの食生活についてよくB12 が取れないんでしょうというふうに言われるんですけど、 B12 は微生物由来なので、食物にはもともとついていない、土の中に入っていたり湧き水について入っていたりする微生物由来のものでございます。なので、B12 はサプリメントを取ってる人が多いんですけど、私は豆乳とかアーモンドミルクとかに入っているので、それから取ってます。今朝は抹茶ミルクで飲んだ豆乳から B12 取りました。でこれはね、バレミン D は日光からね、葉っぱみたいにこう光合成じゃないけど日光から作られたり、あとは日光を浴びたマッシュルームとかに入ってるんですけど、私はあんまり外に出るタイプじゃないのでサプリメント取ってます。リクイッド の液体の液体がカプセルに入ってるやつです。水はだいたいこれ2本、1日取ります。1リットル目終わり。はい、よし、今日のレッスンが始まります。楽しみ。私この仕事がすごく好きで合ってるなと思います。生徒さんにね、会うのが毎日とっても楽しみなんですよ。I can't wait to start teaching in like 15 minutes. I'm gonna clean up. Bye. はい、今日のレッスン終わりました。そして今からとある生徒さんのご自宅にお邪魔して、ピアノの調子とか椅子の高さとかいろいろ見に行ったりお話ししたりしに行く予定です。で、ちょっとお腹すきそうなのでこちらのナッツをいただきます。ひまわりの種、この小さいのがひまわりの種、ビタミン E がたくさん。で、ウォールナッツ。くるみ、一番健康にいいと言われているナッツ、あとマカデミアナッツ、カシューナッツ、これはピカン、あとブラジルナッツもどっかに埋まっているはず。こんな感じでお夕飯まで待ちたいと思います。はい、生徒さんのお家から帰ってきました。たまにこうして何かリクエストとかがあると生徒さんのお家に行ってピアノの確認とか姿勢の確認とかしに行くんですけど、オンラインの生徒さんでもとっても心が温まります。というわけで今はですね8時半になっちゃったんですけど、今からお夕飯にしたいと思います。というわけで夜ご飯はアンディはね先に食べちゃったのでね、ホラーコマスタース You already ate, ね、はい、はい、We usually try to eat together but I was out so he ate first. So today my dinnerケールサラダです。ケールといろいろなお野菜とあとグレープ、アップルがあって、その上のこのソースはカシューナッツで作ってあります。はい、そしてこれは私の残り物、これ色がすごいけどちょっとカレー風のちょっと辛いスープです。 It doesn't look so good but Andy likes it so it's okay.美味しいよ。ありがとう。優しい。Thank you。はい。というわけで、こんな感じで今日のご飯はおしまいではないと思います。多分デザートがあります。はい。じゃあちょっとご飯食べつつ、お話とか、なんか寝たりとか、多分ゲームしたりとかします。また食べる頃になったらお会いしましょう。夕飯セットとナッツ、それから先ほど生徒さんのご自宅にお邪魔した時にインドのおやつを少しいただきました。なのでそちらも一緒に入れました。とても美味しかったです。インド料理大好きです。カレーパフというカレーパイのようなものと、あとグラブジャムンっていうドーナツみたいなものをいただきました。インド料理ってどうしてあんなに美味しいんでしょうか。本当にありがとうございます。脂質が少し多めになっておりますが、ご了承ください。そしてこちらのマイクロニュートリアンスを見ていきましょう。これ、一食まとめてですね。でもビタミンもミネラルも
大丈夫そうですね。一食で半分ぐらい取れてるので、全体的に見れば、100% いくだろうと思います。ちょっと後でまとめて見てみましょう。はい、そしてプロテインとミネラルの続きでございます。プロテインもね、お肉がないからプロテインはないというわけではありませんので、お野菜やお豆、穀物にたくさん入っていまして、それをバランスよく食べていれば、プロテインは全く問題ございません。はい、食後のデザートにバナナアイスクリームを作ってきました。アイリーも小さいな。はい、どうぞ。あー、ありがとう。ほとんどバナナです。凍らせたバナナをブレンダーで混ぜるとアイスクリームみたいになるので、それにピーナッツバターとおいしい can't see you それに、ブルーベリー、冷凍ブルーベリーを乗っけてます。これに、あとね、切ったアーモンドとかココナッツフレークとか乗せても美味しいです。はーい。では、いただきます。にゃーん。お砂糖はね、何も入ってません。はい、このバナナで作るアイスクリームはアメリカではナイスクリームといって結構人気でございます。はい、いろいろトッピングを乗せたので329キロカロリーありますね。ありがとう。おいしい。バナナソーガー。バナナソーガー。はい、バナナの解説はそこそこに。1日で食べた栄養の解説をここからしていきたいと思います。2076キロカロリー、取ったようですね、この日は。この横に書いてあるマクロニュートリエントターゲットっていうのは、マクロの管理をしている人が使うところで、私はマイクロニュートリエンス、栄養一つ一つの確認をしているので、こちらはあんまり気にしていないです。今日1日で摂れたすべての栄養素の確認をしていきましょう。まず食物繊維 235% 摂れてますね。これは1日でおすすめされている量の何パーセント摂れたかという数値になっています。ビタミンも大丈夫ですね。先ほど申し上げました通り、ビタミン D はサプリメントで摂っています。日に当たらないのでね。ミネラルも大丈夫ですね。そしてアイオダイン、ヨウ素が 0% になっておりますが、これはこのアプリがですね、ヨウ素の情報があまり少なくて、それで表示されないようです。普段はね、ワカメとかで摂っています。そしてプロテインも、はい、すべて 100% 以上摂れてますね。少なかったのがソディウム、これは塩分ですね。少しだけ足りないですね。まあでも 90% 取れてたらいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画はこちらでおしまいにしようと思います。ビーガンでも全ての栄養素がきちんと1日で取れるんだよということがお伝えできれば嬉しいです。私たちもまだまだ勉強中なのですが、何かお力になれることがあればコメントください。それでは今回も最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。Thank you very much for watching and see you guys in the next video. Bye bye!